怪病、それは弱った心に入り込み人にあだなす奇妙な病。そして怪病があれば、それを治す者もまた存在する。症状を止めるだけじゃ治したことにはならねえ。本当に治したいなら、その原因から取り除く必要がある。俺はその手助けをしてやってるだけだ。たとえそれがどんな代償を払うことになろうとな。心に住みつく怪異を暴く怪医療ファンタジー、怪病医ラムネ、2021年1月放送開始。